大阪市立佃田小学校は、大阪府大阪市西淀川区佃にある公立小学校。明治時代初期に、当時の西成郡佃村に設置された小学校を起源とする。明治時代初期の学生により、1874年2月5日、西成郡第5区第8番小学校として、当時の西成郡佃村に開校した。当初は、正さ寺を仮校舎とした。 1878年9月には、佃村104番地に新校舎が竣工し、移転している。新校舎の基礎石は、佃川の船着き場まで船で運ばれ、近隣住民が協力し現場まで運んだと言い伝えられている。その後学校制度の変遷により数度の公明解消を経て、明治時代中期には、西成郡佃田尋常小学校となった。 1919年には現在地に移転している。先々町は1925年に大阪市に編入され、これに伴い大阪市筑田尋常小学校へと解消している。1934年の室戸台風では地域一帯に甚大な被害を受け、筑田小学校でも校舎が大破する被害を受けている。国民学校令により、1941年には 大阪市筑田国民学校へと改称した。太平洋戦争の選挙区悪化により、1944年以降大阪市内の国民学校児童は、学童疎開を実施することになった。各行政区ごとに疎開先、府県が割り当てられ、西淀川区の国民学校は、香川県と徳島県が疎開先となった。筑国民学校では3年生以上が、香川県大川群誉れ水村。 白鳥、本町、引田町へと疎開することになった。児童らは、現地の宿舎で生活し、誉水国民学校、白鳥本町国民学校、引田国民学校を曲がりして学習した。1945年には学校に残っていた、低学年児童も追加疎開の対象者となった。瀬戸内海はすでに米軍の機雷が敷設されるなど、していたため、海を渡るのは危険として、 四国方面へは疎開できず、書類上西区の学校に児童と陰卒教員を転籍させた上で、西区の学校の疎開先に指定された島根県へ疎開させている。1945年6月26日の第5次大阪大空襲では、校舎半盛の被害を受け、校舎は使用不可能となった。被災した校舎は1947年12月に復旧している。 1947年には学生改革により大阪市立筑田小学校となった。1965年には東京都中央区立筑田島小学校との交流が開始された。学校所在地の筑田地域はかつては農村、漁村だったが昭和時代初期になると重工業地帯へと変化している。一方で1970年代以降工場が撤退し跡地に 住宅開発が進められた。住宅開発に伴って地域の人口が増加し、1970年代には筑田小学校の児童も増加して学校が過密化するようになった。学校過密化を解消するため、1977年には文校を設置した。文校は当時3年4年児童を収容する学年文校とした。 運行は2年後の1979年4月1日付で大阪市立筑谷市小学校として独立開校している。1995年1月17日の阪神淡路大震災では校舎亀裂などの被害を受けた。また高校区でも家屋の前半壊や液状化現象などの被害が発生し、震災発生直後には避難住民を受け入れている。 被災した校舎は1999年に復旧している。江戸時代に学校所在地の筑田から江戸の筑田島に漁夫33人が移住した歴史があることから東京都中央区筑田にある中央区立筑田島小学校とは姉妹校として交流している。なお、交流に際しては大阪市立筑田小学校を大阪筑田小学校中央区立筑田島小学校を 東京筑田島小学校と呼称している。1964年夏に本校の教員が偶然東京筑田島小学校に訪問し、翌年の1965年4月に本校の PTA 副会長と児童4名が東京筑田島小学校を参観し、同年10月12日、由緒ある大阪市立筑小学校との交流を図りたい、として、 東京佃島小学校 PTA 会長と話し合いを続けていた東京佃島小学校の学校長が PTA 会長 PTA 参与とともに本校を訪問して両校間に姉妹校の関係が結ばれるに至ったこの訪問が現在まで続く交換会の第1回とされる両校は毎年交換会を実施している2018年までは1年交代で 一方の学校の児童代表を呼び、教職員代表がもう一方の学校を訪問し、交換会を実施していた。2019年からは、本校の所在地である、大阪府大阪市西淀川区と、教育、人づくり分野で、連携協定を結ぶ理工ジャパンの協力により、オンラインのテレビ会議システムによる中継で両校を、つなぎ、全校児童が参加して実施されている。それまでは、 会場ではない学校の児童は訪問した児童しか参加できなかったが、最先端の ICT を用いることによって、両校の全校児童が参加できるようになった。東京佃島小学校の周辺にある、住吉、なお、大阪市立佃中学校と、中央区立佃中学校は、姉妹校ではない。卒業生は、大阪市立佃中学校に進学する。ありがとうございます。